ダイバーシティ・インクルージョン進んできたとは思いますけれども、まあ、今回の大会はゴールではなくて大きな通過点でなくてはならないというふうに感じているので、で今後少しでもこうダイバーシティ・インクルージョン進んできたとは思いますけども、まあ、今回の大会はゴールではなくて大きな通過点でなくてはならないというふうに感じているので、まあ、ここからは選手たちの努力も必要ですけども、本当にみんなでアクションに移していく時期かなというふうに思っています。まあ、様々な企業で学校で地域で本当に少しでもこう意識と工夫をこうダイバーシティ&インクルージョンに向けてこう一歩一段階進めていく、まあ、そういう時期に行くのではないかなと、まあ、これこそがパラリンピックを開催したというレガシーになるのではないかなというふうに感じています。コロナ禍ですごく発言しにくい時期、自分自身も自信をなくしてしまうような時期はありましたけれども、やはりこのオリンピックそしてパラリンピックを通して本当にスポーツの力というものを再認識する時間が持てたのではないかなというふうに思っています。で日本開催そしてアスリートの皆さんの活躍でやはり子どもたちはオリンピックという夢を近くに感じられたと思いますし、世界を目指していくっていうことがこんなにも身近に感じたことはなかったんじゃないかなというふうに思います。そしてスポーツだけじゃなくて、まあ、いろんな意味で大きな夢、グローバルな夢を抱くきっかけにもなったんではないかなというふうに思います。